しばらくの間、よろしく。荷物、兄貴の部屋に入れといたから。ああ、ありがとう。お前も一人者だから4年間の転勤はきつかったろ。でもまあ本社に戻れてよかったじゃないか。そうだね。ここにいればさ、飯も作ってもらえるし。でもずっと家にいるわけじゃないよな。この家狭いんでさ。あなた、お兄さんも越してきたばかりなんだから、そんな冷たいこと言わないの。じゃないんだからさ、このマンション見ればわかるだろ。兄貴だからって甘やかすなよ。なるべく早くアパート探すよ。別に焦ることないんだよ、ゆっくり探せばいいんだから。それよりあんたも朝日さんみたいな人もらってくれるといいんだけどね。